ベジータってナッパに厳しくない？サイヤ人の誇りすごいからだろ。王子たる誇りというかプリンスな気高さで仲間ウェイと化しそうなタイプではないから、まあ無様なサイヤ人派サイヤ人にあらずみたいな。ナッパよけろよ。格ゲーを後ろから完成してるとこんな感じになるよね。サイヤ人編、ナメック編の頭は切れるけど感情もあらわにしやすいベジータすごく魅力あるよね。自分なら余裕なのにめちゃくちゃ手間取ってたらはってなるやつ。自分より戦闘力低い年上のくせに戦い方や眼力が素晴らしいわけでもなく、自分ならあっさり見切れるはるか格下の技で死にかけたりするんだぞ。ナッパは強いけど性格見るとあんまり伸びしろはなさそう。ナッパは常にベジータと組まされていたなら抑圧によるストレスが半端ないだろうし、弱い者に残酷になるのは当然な境遇と言える。たった一人も兄よりだし、冷静になればお前ならできるって割と評価高く見える。上司としてはすぐに冷静さを失うからお前はダメなんだって言わないところがなかなかうまい。心の中では単細胞と亀ちゃん見下してるけど、口から出る言葉がこれなのは知性感じる。本当のことを言った結果、ナッパがさらに頭に血を上らせた過去があるんだろうな。少なくともナッパはベジータに対して絆みたいなものを感じてた節はあった。相手の実力をろくに測れてないんだな。それもあるけど、この時はベジータも気を読むことはできなかったしな。スカウター至上主義だったし、8000以上と分かってるのに4000のナッパぶつけるって劣勢になるよベジータ。まだスカウターの故障だと疑ってるから。なんでベジータはラディッツとナッパ生き返らせないんだろう。ナッパ生き返られたところで今だとヤムチャにすら負けるからな。メリットない。ナッパは地味にゲームのオリシーンとかでもちゃんと作られてるあたり、やっぱそれなりに人気あるんだよな。ラディッツもナッパもベジータが小さい頃からずっと一緒にいるから、二人はある程度愛着あったんだと思う。ベジータがドラゴンボールで願いを叶えたことは一度もない。自分のためにはないけど地球人のために叶えたことはある。ブーヘンで間接的に叶えてたじゃろ確か。よかったなおめえ極悪人と思われてねっぞ。フリーザからは常に圧力かけられてるし、イライラしてるのはあっただろうな。自分が一番強いから弱い仲間を雑魚扱いがベジータで、自分が一番強いって自信があるから言うこと聞くなら結構寛容なのがフリーザなのかな。経営者と現場リーダーの違いの気もする。考えてみればナッパ避けずに死んでたら、悟空が来る前にベジータ戦になって全滅して、悟空が1対1で負けて終わりだったな。仲良しゆえの遠慮のなさとか。あいつちゃんとやればできるのに。GT で復活を果たすも、またもやベジータに消された模様。今のベジータだったらナッパに BBQ するけど、どうだってヤムチャたちと食べてそう。状況が状況だったから超のベジータでも消すと思うよ。状況っていうか改心してる素振りすらなかったから消したんだけどね。ブーセンで甘くなったことを自覚してるし、改心してたら消しはしなかったかも。ご飯に対してもこんなところあるよね。平和ボケしてトレーニングを怠けてたな。ガキの頃の方が強かった。倒せない相手ではない、情けないやつだ。今では俺たちの方が上だ。切れたらどうなるかわからんが、ご飯の潜在能力や底力は認めてても今はダメダメみたいな。ストイックさは作中屈指だからな。強い弱い以前にサボってるやつは根本的に評価したくないんだと思う。上昇志向の強い人からすると、停滞してたり対抗してたりする人物が周囲で安穏としてたら、やっぱり闇の一つも言いたくなるってもんだろうしな。ご飯の戦いを見て、俺はもう戦わんとまで思ったのに、あの低たらくでは嫌味の一つも言いたくなるよね。草弱くても向上心あって努力してるやつには比較的甘めの対応をしてる気がする。ピッコロへの態度なんかそうだよな。天津飯もはるかに格下なのに見下したような感じじゃない。弱くとも命を捨ててでも戦うやつを評価する感じか。何気に悟空はご飯に対してをヤバかなんだよな。精神と時の部屋でタートなんて完全に浮かれてたし。まあ解釈的な意味もあったんじゃないかな。敵の星で戦闘不能になり、ベジータは今から悟空と戦うって状況で守れるわけじゃなかったし、やらなかったらクリリンあたりがとどめ刺してただろう。ダメージからの回復で強くなる民族で解釈とか握手極まりないでしょ。
これだから知性に欠けた宇宙のお猿さんは使いにくい。急に来た曹操くんってやらかしてる。当たり普段からやらかしまくってベジータストレス溜まってそうだし、むしろ優しい方かも。くんって1アウト、紀元山避けようよしないので2アウト、引っ込んでろと言ったのに攻撃して返り討ちに相戦闘不能で3アウトだし、あれはナッパの方がやらかしすぎた結果だよね。ラディッツを生き返らせるのかと言ったり、致命的にベジータと方向がずれてるんだよな。年齢差ってどのくらいなんだろうか。たった一人の最終決戦の時にすでに5歳のベジータの部下だったし、20くらいは離れてるんじゃねえ。鳥山明がきちんと設定してるかどうかは知らないが、兄織だから設定も何もないんだが、超ブロリーでもパッと見に似たような感じだからそんなもんかと。まあ亡くなった星のとはいえ王子だし、その上実力で圧倒的に劣ってる年上が呼び捨てしてくるの許してる時点でだいぶ心広い気はする。盗賊だからこそベジータは今まで我慢していた感じ。ベジータは口は悪いけど面倒見は案外いいからね。願いの数に余裕があればラディッツ生き返らせた可能性もあったかも。ナッパが下級戦士のカカロットに手こずるのが、お前はサイヤ人のエリートだろってなってるんだろうな。あとはラディッツを生き返らせるとか頭が悪いのに前からイライラしてたこともあるし、絶対の自信があるから最後の一匹栽培マンみたいに使えないやつは足手まといになるから目障りなんだろう。でもナッパが冷静になるようにハゲましてたよな。ハゲが近くにいると自分もハゲということを思い出してしまうから。は、ハゲてねえし、前髪が後退してるだけでフサフサだし。前髪が後退しているのではない、俺が前進しているんだ。それはベジータではなく孫の言葉。よくよく考えてみるとナッパ死ぬタイミング早すぎると悟空来る前にベジータ戦になって即前別ルートだったのか。ナッパは常にベジータと組まされていたなら抑圧によるストレスが半端ないだろうし、弱い者に残酷になるのは当然な境遇と言える。まるでベジータのせいでハゲたような言い方やな。そりゃまあ自分より頭切れて強くて冷静な王子、5歳とかそやで山賊の典型な性格のナッパが相性いいとは思えないし、実力と立場と付き合いの長さで緩和はされても合わない上司、年下はストレスだろう。ベジータとナッパの抑圧によるストレスが半端なさそうならディッツがフサフサだからその理屈は通らないぞ。ナメプするくせに反撃されたら頭に血が昇るんだもん。冷静に本気出すってことができない。一緒に組んでたら歯突っかえってなるのはわかる。生え際からしてベジータ将来派手そうだし、未来の自分を見ているようで嫌だ。